チャンピオンリング。チャンピオンリングは、MLB や NFL、NBA などのアメリカメジャースポーツや、NCAA など、カレッジスポーツにおいて、ポストシーズンを制した球団が記念に制作する、指輪のこと。近年は日本でもプロ野球、プロバスケットボール、アメリカンフットボール等で、優勝記念品として制作される事例が増えている。球技などの団体戦においては、 優勝チームに贈られるトロフィーやフラッグなどがチームに一つだけ授与されるためプレイヤー個人に贈られるチャンピオンズリング。チャンピオンズリングは選手にとっての誇りとプライドの最高の記念品となっている。ダーツやポーカー、ロデオなどの個人競技でもチャンピオンリングが作られる場合がある。もともとは北米で学業を卒業した際に贈られるカレッジリングが スポーツ界にも応用されたもので、記録達成などのものと合わせて、スポーツリングと呼ぶ。その年のチャンピオンシップ、ワールドシリーズ、スーパーボール、NBA ファイナルなどにロースター登録された、選手のみならず、シーズン中にトレードされた選手や、レギュラーシーズン中に出場したもののリストを知した選手、などにも与えられることが多い。コーチや、チームスタッフ、 フロントにまで与えられることもある。近年は日本のプロスポーツでもチャンピオンリングを製作するようになってきた。金型鋳造法によって一個ずつハンドメイドで作られる。現代のジュエリー製造で主流の大量生産が前提のロストワックス製法とは違う古典的な製法で効率性や地金表面の繊細さには劣るが以下のように チャンピオンリングに適した製法であるため、チャンピオンリングでは、サイドパネルと呼ばれるリング側面彫刻に、選手個人名、背番号、シーズン中や、プレイオフでの記録などを個人別に刻み込むため、全員が全く同じデザインではない。チームスタッフやオーナー、スポンサーもチャンピオンリングが配分されるが、それらも、選手とは別デザインとなっている。ファン向けに販売されるレプリカも、 別のデザインの場合がある。記録や文字を他人に見せるためのリングなので必然的に大型になる。14金ゴールドが地金の主流だがリングの総重量が50から80グラム程度がアメリカのチャンピオンリングでは標準的な重さである。またロストワックス製法では文字や模様がへこんで表現されるが金型製法だと文字や模様が出っ張って強調され。 つロムマークなどの再現性が高い。金型鋳造は、硬貨や勲章等と同様なため、文字とマークを強調することに適しているためでもある。また、ロストワックス製法では石膏を用いて鋳造するため、1個あたり3 0ムを超えるような重量のリングを複数個鋳造することは、物理的に難しいとされる。もう一つの特徴に豪華なラインストーン使いがある。 オーセンティック、選手、コーチ向けの非売品では、ダイヤモンドなど宝石が使用され、レプリカ、ファン向け販売用には、人工石、キュビックジルコニアが使われ、1個のリングに50から100個近い小粒のラインストーンが付けられている。2000年2009年のニューヨークヤンキースのチャンピオンズリングには、ロゴをあしらったエンブレムの下に見えないように、 チームカラーに一番近いとされる板状のブルートパーズを敷き込みなど手の込んだものもある。MLB では、機構やリーグが公式に制作や認定するわけではなく、球団が制作する一種の記念品である。あくまでも記念品であり、需要基準は各球団に任されている。だからといって価値は下がるという性質のものでもない。実際にチャンピオンリングを持っているというだけで、 人だかりができるほどあるという。また、球団は、同リングのレプリカをファンへも販売しており、ライセンスビジネスの重要な一アイテムとなっている。なお、アールドシリーズでは、敗れた球団で、リーグのチャンピオンリングが制作される場合もある。大規模な授与式も行われ、多くの場合は優勝した、翌年のシーズン最初のホーム戦の試合前に行われる。最も多く所持しているのは、 元ニューヨークヤンキースのキャッチャー、ヨギベラで、その数は10個である。選手。スタッフ。NFL では、スーパーボールリング、スーパーボールリングと呼ばれる。プレーオフを勝ち抜いた優勝チームに、機構から1個あたり5000米ドル150個分までの、スーパーボールリング要賞が支給され、各チームごとに工夫を凝らした、チャンピオンリングを制作している。 なお、敗者チームにも150個分までのリング制作費用が支給されるが、制限事項として1個あたりの価格が、勝者チームの半分以下となるように定められており、この費用を用いて、カンファレンスチャンピオンリングが制作され、スーパーボールリングと同様に選手や関係者に授与される。作られたスーパーボールリングの授与式は、翌シーズン最初のホームゲームや、 ファンミーティングなどの際に行われ、ホームのファンたちの目の前で、昨年の優勝ロースター、選手やチーム関係者に授与、A を祝福される重要なセレモニーとなっている。その大規模さと派手さ、スタジアムの興奮度合いはさすがに、アメリカのプロスポーツで一番人気を誇るだけあって、MLB、NBA のチャンピオンディングセレモニーの日ではないと、言われる。 スーパーボールリングを最も多く所持しているのは、ニール・ダーレンでサンフランシスコ・フォーティナイナーズで5個、選手及びスタッフとしてデンバーブロンコスで2個、GM としての計7個。2006年にピッツバーグ・スティーラーズのトレーナーイソユリコが日本人として初めて獲得したが、職業上の理由により代わりにペンダントとして授与された。NBA では、 チャンピオンリングの制作段階まで機構がかによ。プレイオフで優勝した球団に対し、翌シーズン最初のホームゲームで、コミッショナーから贈呈される。NBA チャンピオンリングを最も多く所持しているのは、ビルラッセルの11個である。モータースポーツでは、世界三大レースの一つとして知られる、インディ500、ナスカのブリックヤード400などの大レースで、 優勝ドライバーにチャンピオンリングが与えられる。これは主催者側が用意したリングを優勝ドライバーに授与するもので、リングの制作にも、スポンサー、主にカレッジリングの製造業者などがついている。インディ500の場合、2016年までは、翌年の同イベントの開幕時にリングを授与していたが、2017年は、レース翌日のセレモニーでの授与に変更された。 日本人では2017年にインディ500を制した佐藤拓馬がリングを保有している。日本プロ野球において日本一となった球団がチャンピオンリングを制作することがある。2005年の千葉ロッテマリーンズ、2007年の中日ドラゴンズ、2009年、2012年の読売ジャイアンツ、2011年、2014年、2015年の福岡ソフトバンクホークスなど、 日本プロバスケットボールリーグ、BJ リーグでは2008から09シーズンより NBA に習い、リーグ公式リングサプライヤーより優勝した球団にチャンピオンリングを贈呈することになった。中心に BJ ロゴを配してシーズンの年号及びチャンピオンズの文字で周囲を飾るデザインとなっている。選手、コーチスタッフのみならず、ブースター向けにも限定販売される。 贈呈式は翌シーズン開幕前のプレシーズンで行われる。同シーズンチャンピオンとなった琉球ゴールデンキングスが初代チャンピオンリング獲得球団となった。それまでの3シーズンはペンダントを贈呈していた。それ以降、BJ リーグが NBL と統合される2016年までに琉球が最多の4回、浜松、東三河フェニックスが3回、横浜 B。 コルセアーズが1回獲得した。一方、日本バスケットボールリーグではリーグでのチャンピオンリング贈呈は行われていないが、2010年にプロチームであるリンクとチギブレックスが初優勝を記念してチャンピオンリングを制した。後ろ見たる NBL 発足後、リーグより優勝チームにチャンピオンリングが贈呈されることが制度化され、東芝ブレイブサンダース神奈川、 2013から14、2015から16シーズン、ンシーホースミカは2014から15シーズンが獲得している。BJ リーグと NBL の統合により誕生した B リーグでもチャンピオンリングは贈呈されており、トチギブレックスが最初に獲得している。W リーグでも制作するチームは存在する。アメリカンフットボールは日本のアマチュアスポーツの中で最も チャンピオンリングが盛んな競技である。ライスボールや甲子園ボールの優勝チームは、ほぼ必ずと言っていいほど、チャンピオンリングを制作している。オービックシーガルズやカシマディアーズ、学生チームでは、関西学院大学ファイターズや日本大学フェニックス、立命館大学パンサーズなどの競合チームの優勝自在席選手たちは、ほとんどが所有していると言われる。 第68代横綱、朝青龍名徳は2010年の引退相撲にて、谷町よりチャンピオンリングが贈呈された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。